アンナ・マリー・ア・ドルレアンスは、サボイア・公、後、サルデーニャ王となるビットーリオ・アメデオ2世の日。フランス5名、アンヌ・マリー・ドルレアン。フランス王ルイ14世の弟である、オルレアン公フィリップ1世と、最初の日、アンリエットの次女として、サンクルージョーで生まれた。1684年4月10日、ベルサイユで、ビットーリオ・アメデオと結婚した。二人の間には六子が生まれた。 アンナ・マリアは、夫に先立って、トリノで1728年に亡くなった。アンナ・マリアの死後約80年を経た1807年、数奇教ヘンリー・ベネディクト・スチュアートが死んだ。この人物は、アンナ・マリアのおじジェームズ2世の男系最後の子孫だった。ジャコバイトたちは、チャールズ1世の子孫で最も年長のものを、イングランドとスコットランドの正当な王位継承者とすることにした。 当時この条件に最も当てはまったのは、アンナ・マリーアとビットーリオ・アメデオ二世の彦、サルデーニャ王、カルロ・エマヌエレ四世だった。以後、アンナ・マリーアの子孫がジャコバイトの認める多い継承者となった。サボヤコーヒー、アンナ・マリーア、ありがとうございます。